ゆるき、元気、たまき。霊感タロットのたまきのズバーっと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題は、じゃん。イエス可能でご質問を占うコーナーです。はい、基本的に1日2本動画アップしています。個人鑑定の申し込み方法は、リニューアルして動画概要欄に書いてあります。お知らせ4つお願いします。まず1つ目、オンラインサロンたまきの人生向上委員会では、今日1日の過ごし方とか、習慣運勢とかやってます。で、もう1個の、オンラインサロン、マチュール。こちら無料になりましたので、ぜひ動画概要欄からチェックしてみてください。三つ目、猫チャンネル始めました。ズバッと猫チャンネルでございます。長毛の可愛い猫が見られますよ。で、四つ目、ズバッとタロットはアマゾンとかで発売してます。はい。で、ここからはこのコーナーの説明ですね。イエス可能でご質問を占うコーナー。まず質問は早い順時系列で読んでます。で、リクエストは固定コメントに貼ってあるリンクの動画のコメント欄に書いてください。今見てる動画のコメント欄には書かないでね。で、一人一回二問までです。で、一回質問したら5日間くらい分けて連投は避けてください。で、すべての質問に答えられるわけではないです。オンラインサロンに行くこともあるし、これはちょっと占えないごめんなさいっていうこともあります。はい。では本日1問目です。1、メルヘン王ことバイエルのルートヴィヒ2世の死因、謎とされる水死を占っていただきたい。1、2、3、4。なんだそれは？メルヘン王。なんでメルヘン王って言うんだろう。メルヘンな人なの？これは歴史の上の人物でいいんだよね。最近のことっていうより、昔のことでいいんだよね。ズバッと出ました。どれだ？これ？意志と争っての事故？悪いカード。1で。うん。そうだね。その他とかはないかな。続いて、東方神起ですが、日本でのドームツアーは来年から5年後までの間、いつまで実現するか、24、25、26、27、28か。うん、はいはい。東方神起の日本のドームツアー、いつの可能性が高いか。え、来年？ズバッと出ました。2024と28。2024、2028で。はい。続いて、お中元、お歳暮の習慣はいつまで続くか。はがきの年賀状についても。なるほどね。確かにね。確かにこれ。そうだね。そうだね、これね。すごい、律儀にあげる土地とかね。人とかは、ずっと律儀にあげてるよね。そして難しいよね、これ。なんか、難しいよね。うん。わかるわ。贈り物。まず、お中元、お歳暮から。ズバッと出ました。え、なんか、すでにほぼあんまりないとか、そんなことはない。すでにではないか。5年で結構なくなりそうな気がするけど、かなり。そう。で、20年くらい経つと、何それみたいな。何それまでは言わなくても、うん、なんかあんまり無意味なものになってそうだなって思った。うん、そうだね。5年が強く出てるよね。5年で結構なくなるんじゃないかしら。じゃあ、はがきの年賀状は、これはまだ我が家送ってんだよね。なんか、年に一回のことだしなぁと思って。これでしか繋がってない人とかいるじゃん。はがきこれすら出さないともうなんか LINE すらやってないみたいなさ。ほんと年賀状つながりだけのつながりの人いない？そういう人のことを考えるとどうしようと思って。はい。ズバッと出ました。完全になくなるのはそれ以上かな。意外としぶとそうだよ、年賀状は。年賀状はしぶとそうだよ。死神が出るの結構先だね。それ以上、5、10、20、30。
ああ、そっか。うーん。はがきの年賀状でしょ。でも、10年後くらいからかなり少なくなると思うけどね。なんて答えたらいいかな、これ。ほぼ絶滅するのは30年以上だと思う。でも、10年後からかなり減るよっていう。ちょっと長いので書かないわ。はい。続いて、一度占っていただいたのですが、それぞれ伺ったつもりが、ごめんなさいね、本当に。ごめんなさい。リベンジさせてください。一つにまとめちゃったみたいなやつね、私がね。トニセンの3人のうち誰か1人でも、今後5年以内にジャニーズを退所しますか。ああ、もうこれ、ごめんなさい。順番待っていただいてる間に、これ分かっちゃったね。岡田准一くんは退所になったね。そうだよね。自分の事務所を作るだもんね。なので、どうしよっか。トニセンの3人のうち誰か1人でも、5年以内にジャニーズを退所するか。坂本、長野、井ノ原。5年以内だから、イノッチも一応入れとくか。坂本、長野、井ノ原。このイエスのね、今1ヶ月半くらい待ちなんですよ。なので、ね、こういう、待ってる間に答えが分かっちゃったみたいな感じもあって、ほんと申し訳ない。坂本、長野、井ノ原。ズバッと出ました。全員あり得るよ、さ、5年以内なら。一人ずつ見たつもりです。なので、全員あり得る。お願いします。命、そんななんか役員的な感じであるかね。続いて、岸くんの映画 G メンが公開になり、舞台挨拶で共演者が映画関係のお偉いさんが続編を作りたいと言っていたそうです。あとは岸くん次第というようなことを言ってました。続編は作れるか、作る場合、G 組メンバーは同じメンバーか。はい。2個一気にいっちゃいます。1番目、2番目。岸くんってまだどこにどう行くかって発表になってないんだっけ？だっけ？続編作れるか。じゃあ、作る場合同じメンバーか。それは違うかな。ズバッと出ました。続編はイエスかな。でも、キーのカードが死神なのがすごく気にはなっている。もしかしたらこっちを読むべきなのか、今回でおしまいみたいな。作れる。可能かどうかで言うと可能だけど、作るかどうかは微妙だなって思った。なので、1は三角にしましょう。可能だけど作るかどうかはわかんない。で、2はノー。はい、続いて、成仏できないでいる魂は存在しているか、怨霊、悪霊と呼ばれるものは人に危害を加える場合があるか、成仏できないでいる魂は存在する。これどうやって見よっかねー。何のカードが出たらいいですかな。じゃあこういうふうに聞こう。魂は全部成仏するか。これなんだろうね。私の今までの占いに照らし合わせると、輪廻転生するの、輪廻転生する流れに行かないみたいな感じだよね、多分ね。全部の魂が、こう、どっか行って輪廻転生するか。それとも、いや、なんか残っちゃう魂がいるのか。成仏できない魂。ズバッと出ました。微妙なんだこれ、悪魔とか。あ、でも最終的にはするんじゃない？全部。でも、途中経過ですごい時間がかかっちゃってるみたいなのはいると思う。なので、1は三角。最終的に全員どっか行くけど、その時間がかかってしまってうろうろしちゃうみたいな存在はいそうだなって。思いました。です。
そんなイメージでお願いします。はい。怨霊、悪霊と呼ばれるものは人に危害を加えるか。怨霊、悪霊はいますかって聞こう。こっちで。で、危害を加えますかって。ね。まず、そう、怨霊、悪霊はいるんかみたいな。やったら爽やかなカードが出たら違うかな。怨霊、悪霊。爽やかなカードが出たね。危害を加えるか。星の逆。ああ、ズバッと出ました。なるほど。危害を加えるか。なんか、基本いないんじゃない？なんかそんな怨霊悪霊と呼ばれる存在は基本的にすごく爽やかなカードが出たよ。恋人とか力とか。基本的に亡くなった魂は友好的だと思う。で、危害を加えるとしたら、その生きてる人自身じゃない。なんか期待、その、なんだろう、期待とか、考えすぎとか、なんだろうな。その人、その魂、その亡くなった人への期待なのか、自分への期待なのか、なんか、危害って感じじゃないよね、なんかね。幻想とかさ、幻想、幻滅、失望、がっかり、理想高すぎて自分で自滅するみたいな脳が生きてる人が勝手にするんじゃないかなって思っちゃった。危害？危害って感じじゃないよね、カード的にね。なので、存在しないし、危害も加えないと思う。はい。続いて、タロット占いでちょっと不思議に思ってるのですが、他の占い師さんの動画で背伸びて占ってらっしゃる方がいます。どちらの方がアドバイスしやすいですか？タロットさん的に見て。タロットさん的に見て？私的にじゃなくて、タロットさん的に？正位置。いや、別に関係ないんじゃんって言いそうだよね、タロットさん。正位置だけって決めたら正位置だけで見るし、正も逆も入れればそれで見るし、どっちでも、僕は対応するぜ、僕っていうかわからないけど、私はどちらにでも対応しますけど、みたいな。あなたがどう定義するかですけどって言いそうだけど、そういうことじゃないの？ね。私は正位置だけで見るので、よろしくねって言えば、正位置だけで出すだろうし。正位置。逆位置。ほらね、どっちでも。関係ないですよって。ズバッと出ました。ただの道具なので、カードは。この読み手が、自分のハイヤーセルフ。私が言ってるタロットさんは私のハイヤーセルフだけど、との約束事なので、このカードの意味はこういう意味でいくんだよ、願いねって。で、私は正位置逆位置使うから、それに沿って出してね。で、私のレベルはこういうレベルだから、分かってね。それに応じたカードの出し方をするね、してね、分かったよって。そういうコミュニケーション、会話なので、正位置しか使わない先生、私は正位置だけで読むからね。私もじゃあ今から正位置だけで、タロットさん。逆位置読まないから、そのカードの正位置の意味だけで出してね。OK、わかったよって。約束すればいいだけのことです。はい。以上。もう占いにくくはない。別にそういう、読む人とカードじゃなくて、ハイヤーセルフとのお約束事なので、あくまでそう。誰かがそのやり方は間違ってるよとか、どうのこうの口出しすることじゃなくて、そう、夫婦のさ、ルールと同じだよ。我が家ではこういうルールで、我が家では晩ご飯は7時だからね、OK。我が家では10時だからね、OK。それをさ、他人が、晩ご飯は午後8時に決まってるでしょとか、言うことじゃないんだよ、ね。その家庭での決め事なんで、みたいな、そういうことよ、うん。そうそうそう。私たちは日本語を使ってコミュニケーションを取ろうね。我が家は英語を使ってコミュニケーションを取ろうね。違うでしょって。ドイツ語でコミュニケーションを取らなくて、何がわかるっていうのって言われても、って。そういうこと。はい。で、続いて。はたしの直系子孫。土見門兼継なる人物が YouTube に登場しているのを見てびっくりしている。
なんか、いろんな人が登場するね、このイエスのリクエストコーナー。こういう人がいるんだけど、本物なのみたいなのが登場して、それで知るんだけどさ、知るっていうか、流れるように委ねってるから、覚えることすらしゃいないんだけど、へえ、と思って。面白いのですが、うさんくさくもな、あり、彼が本物かどうか。これもさ、なんか、名誉毀損とかにない、なんか。なんか、これ系の、だから、この人は本物ですかみたいなのを、あんまり言いたくないんですよ。うん。信じるか信じないかはあなた次第ですの世界じゃない、これ、多分。いや、個人鑑定ならほんとこっそりしたクローズドなところだから占うけどさ、私オープンにこの人嘘つきですって言いたくないのよ。なので、ちょっとチラ見させて、反応で見て、言葉では言わない、もう私のなんとなくの反応で見て。キーのカードは見せるわ。で、1問目2問目一気にいっちゃう。ついでに質問。あ、こっちは見ていいのか。こっちは、ついでに質問。はたしはもともと日本の士族で、帰国組、のかな。で、一問目。対策注意点。そうね。まず、この二問目が結構、強めにノーだったじゃん。私これ以前占った時なんて言ったんだっけね。ちょっと忘れたけど。で、キーのカードもこんな感じじゃん。まあ、こういう類の感じよ。ここ。うん。なので。もやもやって言うけど。はい。お願いします。察したね。察したね。はい。続いて。マウイ島の大規模火災が中国系の闇の勢力がもたらした人為的火災なのか。これは動画公開してあるんですよ。見てないのかなって思った。はい。してます。お願いします。続いて、母乳育児は人工乳育児よりも赤ちゃんにとっていいのか。で、住宅ローンの変動金利は今年5年以内に 2% を超えていきますか。母乳は人工よりも赤ちゃんにとっていいか。じゃあ、栄養と精神を分けてみようか。なんだこれ。ちなみに、もう初乳、ね、最初すごい黄色いドロッとした、あれに免疫の成分が結構含まれてるから、初乳飲ませときゃ、あとはいいよって聞くけどね。でもまあ初乳すらあげられないお母さんも中には事情でね、いるからね。別にそれを全くそう責める必要はないけれど。そう、これ占ったからといって、仮に母乳の方はいいって文字も出ちゃったとしてもよ。人工乳で育てたお母さんが、ご自身のことを責めるとか、そんな必要は一切ないですし、ね。うちも3ヶ月までは頑張ったけど、2人とも3ヶ月で私の父がもうね、もう、しょぼしょぼ、しょぼしょぼっていうか、もう出なくて、もう、ミルクだよ、そっからずっと。関係ないと思うけど、ちなみに、ね、我々の世代ってさ、粉ミルクが、お母さんたちの間でめっちゃ流行ってたんでしょ？私も完全ミルクで育ってますし、でもめっちゃ健康だけど、まあ、メンタルはあれだけどね。でもそれは関係、多分ミルクと母乳と関係ないよなと思って。はい。さあ、栄養。あ、これズバッと出ました。栄養精神。なんならミルクの方がいいんじゃないかくらいな。あれだけど。そうだね。赤ちゃんにとっていいのかでしょ？いや別に、それよりもお母さんと赤ちゃんのが平和で、平和な優しい穏やかな時間が過ごせるのが一番ベストなんじゃない？だから母乳が出て、おっぱいが出て、おっぱいあげることで幸せって感じるお母さんと、赤ちゃんはそれでいいだろうし、おっぱい出ない、辛いっ
でもミルクあげればもうそれでいいのよって、こう、それで平和ならそれでいいんじゃないって。なんなら栄養で言うと人工乳の方が良さそうよ。今ね、めっちゃいいからね。あのミルクの栄養成分、本当に超えてんじゃない？あの母乳を。くらいの良さだよね、これ。母乳に死神が出て。そんな死神とか出すなよって逆に思ったけど。なので、全体的にこれはミルクが勝っちゃってるかもよ、もうすでに、ね、時代的に。はい。で、住宅ローンの変動金利は5年以内に 2% を超えてくるか。私の最初のミルクで育てたお母さんへみたいなフォローは一切いらないくらい、ミルクが超勝ってたけどね、今。今度は母乳で育てたお母さんをフォローしなきゃいけないのか。いいんだよ、楽な方で。うん、育つから、今。母乳でもちゃんと育つし、ミルクでも育つし、いいの育てばいい。はい。2% を超えてくるか。ズバッと出ました。ああ、超えるかもね。恋人、悪魔。そうだね。あり得るかな？イエス。5年以内。では以上になります。じゃんけんいきます。たまきじゃんけん、じゃんけん。ぽい。チョキなのでグーの人の勝ちだよ。じゃあね。バイバイ。ありがとうございます。